はい、どうも、ひろしです。ですね、今日ですね、バー3代目でですね、慶大生社長、カズくんが今日一日バーテンをやってくれまして、先日ね、僕、ツイッター見てらっしゃる方はよく知ってると思うんですが、僕がツイートで炎上させてしまったカズくんが今日はバーテンを、してくれました。で、そのイベントがですね、終わりまして、で今帰ってる途中なんですが、ね、ちょっとイベントをやってみたちょっと感想と、あとちょっとね、これはねちょっと言っとかなきゃいけないって思うことがあるんで、ちょっと言わせていただきたいんですが、とりあえずね、めっちゃお客さん来ました。めっちゃ超、もう多分本当に開店前からもう出待ちが待ってるぐらい人がいっぱいいまして、売り上げも結構かなりもう過去最高ベストいくつかに入るぐらいの売り上げでした。とにかくもうお客さんめっちゃいっぱいで、普通に満タクになっちゃって全然席座ってもらえないぐらいの、状況でしたっていうぐらいの、カズくんの集客力がありましたっていうのがまずこれが一つと、あとは疑惑、若干ね一部で疑惑になってるカズくんが慶応、本当は慶大生社長ってなるけど本当は慶応生じゃないんじゃないかみたいな疑惑があったんですけど、学生証を見ました、現物を見ました。でおそらくあれは本物だと思われます。で、休学中ということらしいので、なんかその辺の詳細はアイリーチャンネルの方に上がってるんで、そっちを見ていただければと思いますが、とにかく慶大生ということはどうやら本当らしいと、これは現物を見ましたので、そこは信頼していいかなと思いました。でそんでなんですけど、いやちょっとこれはねどうしても教授に言わせてもらいたいから、今帰っている途中に動画を撮るんですが、一応彼のねキャラクター設定、カズくんのキャラクター設定としては童貞と童貞というキャラクター設定をしてるわけですよ。そう、それでなんかその童貞キャラを売りにして、それでなんかねツイッターでなんかいろいろお金も稼いでて筋トレもしてて、なんかなんだイケてる僕が彼女できないのはなんでなんだみたいなツイートをして、それに対して僕がいやだからそういうツイートをしちゃうことだよっていうねツイートをしたら、それがバズったっていう話なんですけども、いやでそういう童貞っていう前提で来てるわけじゃないですか。だから僕今日ねカズくんに会ったら童貞を卒業する方法みたいな一回動画出しましたけど、実際会ってこういうとこ直したらもうちょっとなんかモテるになるんじゃないみたいなアドバイスみたいなのね、もう僭越ながらねバツイチ子持ちながらねアドバイスする動画とかで、ね、撮れたらいいなとか思ったんですよ。思ったんだけど、カズくんね実際見て感じたのは、あいつ童貞じゃねえ、あいつはね童貞じゃないと思いました。なんでかっていうと、もう動きでわかる、その女慣れしてる動き、普通にその女性のお客さんとか今日結構いっぱいいて、でその女の人に対する対応とか、あとその体の距離感とか、あとはその喋ってる内容とか、そういうの見ても普通にもう慣れてるっていうのわかる、しかもカズ君結構酒結構飲めるから、お酒を飲んで場を盛り上げる感じとか、あとはなんかそのこの辺盛り下がってないかなとか、なんか全体の雰囲気とかもすごくよく見てたし、そういうなんか気遣いのできる感じとか、あとその童貞だったら絶対その女の人とかが至近距離に来たりとかしたら絶対なんか体が硬直してなんかもうガチガチになったりとかして、うまく喋れなくなったりとかするじゃないですか。あいつ違いますよ。あいつね普通に饒舌にペラペラとね結構甘い言葉とかもかけたりとかしてて、いや嘘ですよ。で聞きました、問い詰めて、いやお前絶対童貞じゃないだろって聞いたら、そしたら口をつぐむんですよ。黙秘権を行使するわけですよ。確定でしょ、童貞じゃないでしょ。いやマジね、ほんとちょっとねマジで腹立ちましたね。いや本当にだから童貞だと思ったから、だからなんか助けてあげようっていう思いで、それでなんか動画もう一本撮れたらいいかなって思ってたら、もう全然そういう領域とか全然マスターしちゃってる感じで、もう普通にただのイケてるやつ、普通になんかイケてる陽キャのかっこいいやつみたいな感じで来られたんで、いやすげえ腹立ちましたね。いや嘘つくなよおい、カズくん嘘つくなよ、お前嘘つくなよ、なんだよバツイチ子持ちに恥ずかしい動画出させんなよ、カズくんに童貞卒業の方法を教えますとか、なんだよ俺超恥ずかしいやつじゃん、ふざけんなよ。はい、ということで、カズくんが童貞っていうブランディングをしますが、それに対しては私はねほぼ鬱だと思ってますという動画でした。はい、良くないと思います。